護衛艦加賀の第一段階改修工事が終了し、すぐさま任務で派遣開始されています。護衛艦伊豆、もも、南シナ海へすでに派遣され、2024年度の護衛艦の動きが、異変との情報をキャッチしました。今回は、護衛艦伊豆、元加賀両艦揃って、派遣を詳しく見ていきます。伊豆、モノドローンでの空撮は本物だと断定され、これから対応が急がれますし、ロナルド・レーガン空母も撮影されていました。現在の艦番号は消されていて、あの数字の状態が、その当時のもの、よく考えたら綺麗だったよね。最後まで見てくださいね。現在の海上自衛隊の艦艇の中で、全長、排水量、ともに最大規模を誇るのが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦、艦式号、DDH の2隻であり、1番艦である出雲と2番艦である加賀とも航空母艦化改修の渦中にある。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦、艦式号、DDH の1番艦、出雲は、2020年度から2021年度にかけて、2番艦、加賀は、2021年度末から2023年度末にかけて、第1回目の航空母艦化改修が完了した状態である。これらの1番艦、出雲、2番艦、加賀は、いずれも、今後2回目の航空母艦化改修を施されれ、それが完了した暁には、晴れて、短距離離陸、垂直着陸が、可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする、物理的な環境を備える予定だ。しかし、1番艦、出雲、2番艦、加賀とも、この2024年は、一旦、現場への復帰を行っており、この2024年5月3日より、およそ7ヶ月ほど続く IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣に加わり、各国との合同軍事演習を行う艦艇に参加している。今回の、IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣に、海上自衛隊は、第1、第2、第3、第4の水上部隊、第1、第2の航空部隊、及び潜水艦部隊、派遣特別警備小隊とこれまででも、最大の規模となる部隊を参加させている。ここからも、南シナ海や東シナ海における海洋進出を強化し続ける中国に対し、日本は、唯一の軍事同盟国のアメリカをはじめ、インド太平洋方面の各国の軍と連携を行い、地域での安全保障体制の強化を推進しようとしていることが伺える。そうした最中、出雲といえば、今回の IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣に向け出航する前に、中国の一般人とおぼしき人物が、飛行甲板上を無人航空機を飛行させ、その際に撮影されたとされる動画がインターネットに拡散され、どうやらフェイク画像ではないということが確認された。この時の出雲は、母港である神奈川県の横須賀基地に停泊中であったが、県の中国人とおぼしき人物の証言によれば、世間の耳目を集める目的で、いわば、愉快犯として、今回の動画を撮影すべく、それを行ったと述べている。当然、日本の法律上でも、自衛隊基地の周辺の空域で、無人航空機を許可なく飛行させる行為は違法行為とされているが、県の首謀者とされる一般の中国人とおぼしき人物の言が正しければ、自衛隊側の対応に不備があった点は否めないだろう。自衛隊における無人航空機への対応は、通常であれば、レーダーやセンサ類で、当該の無人航空機を管制する電波の監視、検知を行い、当該の無人機の飛行が許可を得たものでないと判断された場合には、それを排除するとされている。こうした無許可での飛行が禁止された区域に侵入した無人航空機に対しては、自衛隊としての対処は、妨害電波を発するジャミング等による飛行の妨害、そして、当該の無人航空機を確保することとされているが、今回はいずれの行動も行えなかったと言える。現在のロシア・ウクライナ戦争でも、ロシア側の攻勢の前に劣勢が伝えられるウクライナ軍ではあるが、双方、共に偵察をはじめ、攻撃用に多数の無人航空機を投入して戦果を上げており、実際の戦地でも、無人航空機の排除は困難であることが見て取れる。余談ではあるが、ロシア・ウクライナ戦争においても、
双方ともに飛翔する無人航空機を、妨害電波などジャミングで撃退することは完全にはできておらず、最前線の兵士たちの間では、個人がショットガンを使用した射撃で物理的に撃退する方法が増加していると言われている。そのため、実際の戦争において、前線の兵士が、ショットガンを主要兵器としたことは、実に、第一次世界大戦時の塹壕戦による近接攻撃に用いられて以来ではないかと、すら言われており、無人航空機への対応の困難さが浮き彫りになっている感がある。こうした背景から、ロシア・ウクライナ戦争においては、双方の軍ともに、前線へのショットガンの配備を強化しているとも言われ、この戦訓は、各国の軍隊にも波及し、無人航空機対策の個人装備として、需要の増加が指摘されている。さて、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に話を戻せば、一番艦である出雲は、2024年度の末から第2回目航空母艦化改修が予定されており、ここで、最も大掛かりな全部の飛行甲板の拡幅工事が行われることとなる。これに加えて、出雲では、F35 ライトニング B 型を艦内に収容するための区画の変更も実施されることとなり、そこには、先行して F35 ライトニング 2B 型の運用を行っているアメリカ海軍等からのノウハウがフィードバックされると言われている。アメリカ海軍では、F35 ライトニング 2B 型を搭載する艦艇としては、現時点で、強襲揚陸艦のワスプ級を7隻、最新鋭のアメリカ級を2隻保有、運用中であり、両級、ともに、艦内に、同機を最大時には20機収容することが可能とめされている。ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦が、このように、F35 ライトニング 2B 型を、最大値の20機を収容しての運用は、敵側に、強力な対空戦力が存在しない場合に、軽空母として使用することを想定している、新たな取り組みでもある。これに対して出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、第2回目の航空母艦化改修が終了した後も、艦内への同機の最大収容数は10機プラスアルファ程度と予想されており、軽空母というにもお世辞にも多い数ではないのが実情だろう。したがって出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修をめぐっては、反対を唱える側からは、日本国憲法に反する攻撃的な兵器であり容認できないという主張を見聞きするが、そこまでの攻撃力を秘めたものとは言い難い。日本政府や海上自衛隊が説明している今後の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の運用は、航空母艦化改修工事が完了した後も、現在の対戦哨戒用の回転翼機と F35 ライトニング 2B 型を、その時の必要性に応じて選択するものである。昨今、最も、日本の防衛において懸念されているのが、台湾有事やそれに伴う南西諸島方面をいかにして、中国軍の侵攻から守るのかという点だと思うが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、なんとか、航空戦力を、その方面に展開可能とする苦肉の策に見える。現状日本の南西諸島方面には、通常の戦闘機が運用可能な陸上滑走路は沖縄本島にしかなく、ここを中国側からの何らかの攻撃で使用不能にされた場合、日本は航空戦力を展開する能力を喪失してしまう。それをカバーする意味で、なんと、海津も型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻を航空母艦化改修工事を行い、F35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることで、完全に中国側に制空権や航空優勢を取られることへの対抗策だろう。そんな出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻だが、いずれも2027年度中には第2回目の航空母艦化改修工事は完了するとめされているが、それだけでは F35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用することはできない。 F35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するためには、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻はそれぞれがアメリカ本土の東海岸にあるアメリカ軍施設において、同機の運用適合試験を受けて、その認証を得る必要がある。世界には、
F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする艦艇が、アメリカ海軍以外では、イギリス海軍のクイーン・エリザベス、イタリア海軍のカブールが存在しているが、すでに、この両艦とも、前述の運用適合試験を受け、認証を得ている。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦も、すでに、飛行甲板の拡幅工事を終えている2番艦の加賀から先になると思われるが、2024年中に、この運用適合試験を受けることが予想されており、同艦の IPD24 令和6年度インド太平洋方面派遣との兼ね合いが注視される。